ウィリアム・ファーラー・スミス。ウィリアム・ファーラー・スミス。1824年2月17日から1903年2月28日は土木西警察委員会の委員であり、南北戦争の時は北軍の将軍だった。スミスはその友人からボールディ特等と呼ばれ、バーモント州セントオールバンズでアシュベルト・サラバトラー・スミス夫妻の息子として生まれた。いとこには、 政治家のジョン・ジー・スミスがいた。バーモント州の地元で教育を受けた後に1841年に、ウェストポイントの陸軍士官学校に入学し、5年後に41人の同級のうち5番目の成績で卒業した。1845年7月1日に名誉少尉に、任官し、地形学校兵隊に配属された。1849年7月14日に少尉に、 1853年3月3日に中尉に昇進した。公兵隊勤務の間に五大湖、テキサス州、アリゾナ州及びフロリダ州、さらにはメキシコの測量を行った。フロリダにいる時に伝染病のマラリアにかかった。この時は感知したが、この病気は残りの人生でその健康に影響した。1856年、ミシガン州デトロイトに 本部のある東大の仕事に関わり始め、最終的に東大局の技師局長になった。南北戦争の第一次ブルランの戦いの時、スミスはアービン・マクドウェル巡将の参謀を務めた。1861年8月13日、第一バーモント旅団の編成を支援した後で、北軍の巡将に指名された。七日間の戦いにおけるホワイトオークシッチの戦いでの勇敢さで、 正規軍の名誉中佐に昇進した。1862年7月4日、北軍の少将への昇進を受けた。スミスは、アンティータムの戦いでその志願を率いて目立った、働きをし、正規軍で再度名誉昇進した。その軍団指揮官ウィリアム B ・フランクリンが上級指揮官に指名し直されたとき、スミスは、ポトマック軍第6軍団の指揮官を任され、 三端たる結果になったフレデリックスバーグの戦いに参戦した。フレデリックスバーグの後での責任追及で有名な将軍命令が出て、軍指揮官、アンブローズ・バーンサイド少将は、軍の上級士官何人かの解任を提案した。エーブラハム・リンカーン大統領は、この命令が効力を発するのを妨げ、逆にバーンサイドを指揮官から外した。 スミスも、その影響を受けた士官の一人だったが、軍を去らなかったのは立派なことだった。しかし、バーンサイドの欠点について、直接リンカーンに話をするという短僚と、指示を失っていたジョージ・マクレランと、親密な友人であったという事実を合わさって、軍団指揮官の地位と階級の両方を失う結果になった。合衆国上院は、スミスの少々使命を確認できず、 1863年3月4日に執行となった。スミスは順将に戻され、ゲティスバーグ方面作戦の重要な時に、ペンシルベニア州のサスケハナ方面軍の中にある、師団サイズの民兵体式を取り、カーライルの戦いで、南軍 JEB スチュアート部隊を撃退した。スミスの未熟な部隊は、南軍ドバートイリー将軍が、 ポトマック側まで後退するのを追撃する行動に参加したが成果はなかった。この後スミスはウェストバージニア州の師団指揮官になった。1863年10月3日、スミスはカンバーランド軍数週間後にはミシシッピ地域軍の技師長任務を割り当てられた。スミスは公兵の作業を指揮してウォーハッチーの戦いを行い、クラッカーラインと呼ばれる。 補給船を開いて、チャタヌーガで、包囲されていた北軍に物資と援軍を届けることが、できた。この行動について合衆国会員軍事、問題委員会は1865年に、部下として、w イ・スミス将軍は、カンバーランド軍を捕捉されることから救い、その後の勝利に結びつけたと報告した。スミスは再び志願兵の少将の階級に指名され、 スミスの仕事に大変感銘を受けたユリシーズ・グラントが、その指名は確認されるべきと強く主張したので、結局1864年3月9日に上院が確認することになった。グラントは彼自身の声明によれば、スミスの昇進に対する反対が根拠のあるものであることを乱すのにさほど時間はかからかったが、その不満の根拠を述べることはなく、 スミスは戦闘と指導者シリーズの中で、その不満は純粋に個人の性格によるものだと主張した。1864年のオーバーランド方面作戦で、スミスはグラントからベンジャミン・バトラーのジェームズ軍第18、軍団指揮官を割り当てられ、コールドハーバーの戦いとピーターズバーグに対する最初の戦でこの軍団を指揮した。 スミスの軍団とアフリカ系アメリカ人の一子師団、エドワード・ W ・ヒンクスが、四季が死を占領するよう命じられた。コールドハーバーでの大失敗を覚えていたスミスは、徹底的な偵察を行った。防御線の一部が主に砲兵によって守られていると、分かったスミスは、攻撃を命令した。しかし、その攻撃が遅延し、その間に、リーが到着しつつあるという噂を恐れるようになった。 スミスはおそらくは、南軍の工作物の恐ろしいほどの強さのゆえに、あるいはマラリアが再発したがために、その度胸を失い、その躊躇のために、この戦争を一年間近く縮める機会を逃したかも、知れない。1864年7月19日、スミスは、第18軍男子機関を解任され、戦争の残り期間は、特別任務で過ごすことになった。 スミスは1865年に主眼兵従軍を辞め、1867年にアメリカ陸軍から除退した。1864年から1873年まで国際電信会社の社長を務め、1875年から1881年はニューヨーク州警察委員会に勤めて1877にその総監になった。1881年以後、 ペンシルベニア州で土木工作に携わった。スミスは1903年にフィラデルフィアで死にアーリントン国立墓地に埋葬されている。スミスのウィリアム・カイ・スミス将軍の自助伝、1861年から1864年は1990年に死後出版された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。